こんにちは。どうも、なるです。遊びに来たよーだって。こんにちは。どうも。またゲリラの配信。本日は何で始めたか特に理由はありませんが、どうも。最近ショールあれショールーム最近したな久しぶりではないね。こないだぶりぐらいの感じですかね。どうも。こんな早い時間珍しい。確かに早いね。みんな何してるって聞こうか迷ったんですけど、もう始めちゃったみんな何してるってつぶやく予定だったんだ。それでショールームしますって言おうとしてたんだったショールームするんですけど見れますかっていうのを聞きたくて、みんなに何してるのかをすごい聞きたかったんですけど、皆さん何してますか今。見てるってことは時間あるのかなABC マートに行ってきました。早い。あ、ちょっと待っててね。ごめんねごめんね。見えてるよ。こんにちは。あのね、ABC マートの私も靴も持ってたから持ってきたじゃーんじゃーん。サイズはいくつですか？ 22.5 でした。うん、22.5。 うん、赤です。赤持ってるよっていう話。赤持ってるけど、あれもあの CM で履いてたのはあのツイッターで見ていただいたら分かるんですけど、そう、それもね、それそうね、その色じゃなくてこっちの色持ってるっていうか、はい、赤ですね。あれは撮影の時に履いてたやつで赤です。はい、じゃあ履きたいなって思います。こちら、そう、赤そんで最近、あ、そうだ、みんなに見せびらかしたいものが言い方、みんなに見せびらかしたいものがあるんだ。じゃーん、てってれールーマーの CD やったねー、いっぱいいや、クラノーさん、クラノー様、クラノー様って書いてある、ここに貼ってありました。ありがとうございます。本物です。偽物なんてありません。偽物とはもらいました、いただきました。うわ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 、いい音ですね。すごい、いっぱいある。めっちゃフラゲしてるよ。メンバー特権のフラゲです。最速フラゲではないでしょうか。これでも多分見本品なのかな、多分もしかして非売品のタイプのかもわかんないけど、でも多分みんなも同じのがもらえますかね。もうみんなも初回限定版と通常版いましたここにいますね
こういう感じでいるやつとこういう感じのやつですね。はい、写真入ってるのだって。開けたくない。出たよ、私のあのフィギュアも一緒、組み立てずに箱だけで楽しむタイプ。私はもうこれだけで楽しめる。よくない。 CD を使ってあげた。そうね、開けるべき。これじゃ入ってんのかな。でもどうなんだろうね。うん、開けたくないよね。これがなんか B タイプのやつね。タイプ B、開けたくないの分かりました。って嬉しい。いるじゃん、私と同じ人いる。一緒一緒。これ C ですね。 C のやつです。書いてあるもんね。でもなんか名前だし入ってんのかな。こうやって隙間から入ってんのかな。入ってるって書いてるから入ってるんじゃないかな。これは多分シンプルな CD だね。 DVD じゃないタイプ。劇場版、あ、これが劇場版っていうのか。劇場版ですってやってますね。ここにいます。嬉しい。確かに1個開けてみたい気もしてきたけど、ちょっと開けたくない気もするんだよな。やだ、どうしよう。でもみんな開けてほしいっていう。いやでも待って、みんなにもし生写真入ってたらちょっと待って、ネタバレになっちゃうんじゃない、これ。もしかしてネタバレっていうかさ、誰もみんな生写真とか入ってるんだよね、これ多分。入ってるとしたらさ、入ってるとしたらさ、ここで初解禁になっちゃう。ちょっとあれかな、ちょっとそれは結構あのあれだな、ダメだな、ちょっとそこまで私背負えないかも。みんなの、そうみんなのさ姿、ちょっとさすがにそんな背負えないから、はい、とりあえず皆さんお楽しみに。あと1週間後ぐらいかな、ね、ちょうど1週間切ったぐらいですのでね。あーでもフラゲで届くんでしたら28なのかな。よろしくお願いします。発売前なんで背負ってほしい。違う、嫌だよ嫌だよ嫌だよ。で、はい、私はフラゲのフラゲでございます。やったね。あ、TikTok 見ました。だってそう、 TikTok 私上がってます。やばすぎ。 TikTok で踊りました、ゲームハモルーマーの。でもめちゃめちゃね、あのゆるゆるっと踊ってたから、その帽子をね、あのバケハをね、あ、でもちょっとネタバレになっちゃうよねって思うんだけど、見てない方はちょっとあの今音量下げといてください。手挙げたらあの話終わりするんで、まだ TikTok 見てないよって人はちょっと見てきてください。で、今が TikTok のネタバレみたいなものになってしまいますので、あのネタバレ終わったらまた手挙げますんで、はい、じゃあ話します。そう、バケハが取れたんですけど、それはそのね、踊ってて、あのいつもだったらバケハをあの全部ね髪留めてるんですけど、ピンで留めてるんですけどね、あれを留めずにやってみたんですね。そう、そしたらね、最後の最後で取れました。そう、あれ取れないチャレンジを一人でやってたんです。あのちょっとあのね、そうそう、撮影の前に止めてもらわなきゃいけなかったんだけど、ちょっと止めてもらう行動を取らずにして撮影のとこに入っちゃって、自分の中では取れないように踊ればいいやと思って、取れないようにちょっと控えめルーマーやったら最後に取れてしまうというなんかオチみたいな動画になってしまいました。ということで終わります。すいませんでした。今止まったですね。すいません。はーい。
なんかある意味持ってるねってなって、そう、あ、話終わらせたけど、あれ、あの、ある意味持ってるねってなって、あの動画が使われたっていうことでございます。ゆきんさんの YouTube、 そうゆきんさんの YouTube にちょっと映ってるってやつね。それも見てね恥ずかしい。ルーマーをなんか、そう、ルーマーをちょっとだけ教えさせていただきましたっていう言葉多分違うの。教える仕事を、なんて、教えさせていただきました。教え、私でよかったんでしょうかっていう気持ちもありますが、はい、そう、ルーマ難しいよね、ほんと。ルーマ本当に難しい難しいし、本当に疲れるので。そうなのよ。でもみんなもぜひ踊っていただきたい。そろそろ講座の動画でもあげようか全部振りの動画を皆さんに教えようかな難しい、なるティーチャー。そう、頭の中で踊れるってすごいいいと思う。最初はそういうところからよね、あの、見た目から入っていくスタイル大事。私もよくやりますよ、頭で踊れるっていうのは。だからみんなもできますよるご飯何食べようかな。私は何にしようかな、大葉を買ってるので、大葉を使ったご飯にします。でもね、さっきらへんだって、さっき3時ぐらいにお昼ご飯食べたから全然お腹空いてない。今全然お腹空いてないよそうお腹空いてないんだよね。大葉とシソの違いってなんだろうね。私すごいわからないんだけど、大葉とシソの同じものだよね。違うのかな、大葉とシソって。あ、ちょっと違うのか。シソっていう人もいるし、大葉っていう人もいるっていう話なんかな。ごめんね、なんかこんなこうしょうもない話かもしれないけど、同じなのかな。サイズ同じです。大まかは一緒。大葉は緑、シソは紫のイメージ。もう色や、シソの、あの、字やないそれ確かに一緒じゃないんですっけ。サイズの話なんだ。あ、なんかシソ、あ、なんか種類があるのか。シソ同じですよ、チコちゃんに叱られるでやってましたっていう情報が、タレコミが来ております。なるほど。私なんか大葉をよく好きなんですけど、大葉って書いてあるけど、これシソっていう人もいるよなって思って気になったので、今日は知れてよかったです。あ、西日本が大葉、東日本がシソ。なるほど。なるちゃん、チコちゃんに似てる。なるほど。チコちゃんってどんな顔してるっけもうお話がそれてるんだけど、あー、待て、あらららら、失礼しました。ちょっとゲームの音がゲームの音が一瞬聞こえたかな、聞こえてないかな、失礼しました。チコちゃん、チコちゃんって聞いたことあるよ、NHK。 え、なんかこんな顔してるよ。ちょっと待って、できないな、眉毛硬本当にこんな眉毛してる
こんな顔してる。初めて言われたチコちゃんに似てこれです、おかっぱの子だって。こんな こんな髪の毛してないけどね。私結構顔でさ、顔を見せるのうまいよね。カビゴンとかの顔真似とかさ、もう顔表情筋結構動くタイプなんか、なんかいろんな顔になれる気がする。だから自分お猿のジョージにも似てる気がしてるんですけど、顔いろんなね、顔に似てるみたいですね。慣れるみたいです。何に似てるって言われることが多いかな。あのリスとかって言われます。そのなんか大まかに言うと小動物みたいだよねとか自分の顔。そうそうそう、今日のリハはそう、小田との公演のリハを今日もやりました。昨日もやりましたけど、今日もやりました。あ、そろそろ生誕 T シャツだね。デザインしましたよ皆さん。あのさ、これショールームで言ったね。しかも私ショールームで言いましたよね。私今デザインしてるんですけどって言ってたじゃないですか。ちゃんとできました。あれから本当に何回も何案、いろんな案出してもらって、こう出してもらってはこここうできますか、出してもらってはこここうできますかっていうのを繰り返すこと何数回、そしてやっと昨日か一昨日ぐらいに完成した間に合うかな、着れるかな、可愛い服にしま、可愛いかな、可愛いかなって思います可愛いかなって思いますっていう方でいいのか。私は好きです私は好きです。みんなも好きだといいなって思います。待っててください。可愛いのかな、わかんない私は好きです。そう、楽しみにしてて。学生でも着れる。学生ってどこの学生なんだろう。まあ着れるかもね。ワンサイズだっけ、でもサイズがね、多分ワンサイズだったかな。だから皆さんの気をつけてくださいね。私とかだと多分結構大きく着れるから、ある意味ワンピースっぽく着れるかもしれない。なんかさ、時期が11月じゃない、誕生日の頃に届くのか、もしくはさ、前みたいに11月下旬に届きますとかになると、そうそうそう、もう寒いじゃない。だからインナーは着た方がいいよっては思う。普段使いできそうな感じだと思います。だからみんなたくさん着てほしいって思います。わかる、サイズ展開欲しいよね。わかる。 M、 せめてもの M 欲しいな。 M とフリーサイズの2つにするのはどう。リボンはついてないです。リボンついてる、どういうこと。デザインにリボンはついてないですね。はい。女子だと大概大きい。私もそう、何にしても大概大きいけど、なんか逆に言うと大きく着るのも好きになったよね。もうもはや割り切って、だどんな服とかも結構大きくなっちゃうんですけど、私もね、もうもはやダボって着るのが好きになってきた。だから多分ぴったりなサイズって基本 S サイズなんですけど、私だけどワンサイズ大きくしたりとかする。 M とか L とか大きく着たりとかもします。あ、普段の服の話。そうそう、
男子でも着れる色、もちろんです。男子とか関係ない、可愛いからみんな着てねっていう感じのデザインそう、早くみんなに見せたいな。でもまだ出してないからね、出してないっていうか出てないから、出てからしか言えないからね。あ、でも前見せたデザインですあのスケッチブックに書いてたデザインですけど、似てるやつ、あんな感じ、うん、そう。でもネタじゃないです、ネタっていうか普通に、うん、キアスーさんを重視した、デザインでございます。いつ解禁ですか、いつなんだろうね、聞いとくね。聞いてもメールとかでしかつぶやけないけど、多分、うん、充電大丈夫ですか？大丈夫です。そう、過去にね、こう配信しながら切れるという事件をやってるので、充電が落ちるっていう、だから心配されるよね、わかる、大丈夫よく止まるもんね今日まだ 50% 以上あると思う、うん、そう、AKB ワールドやってるよ、なるちゃん推しで、ありがとう恥ずかしいからなんか何にもあれだけど、私はちょっとダウンロードしたにしても自分ではできないな、あれ恥ずかしい、あれ恥ずかしいっていうか、なんか何言う、なんかいろいろやった思い出あるよ、でもなんかいろいろセリフいっぱい言う、喋ってない結構ね、うん、俺の何パーだと思う？充電の話？知らんがな、知らんがな。じゃあ 48% いや、ちょっと拾ったコメントミスったかな一緒にけん玉しませんって言ってんのどういうこと？けん玉って個人プレイじゃねえ？そんなこと言ってた？私本当に？めっちゃおもろいなね。知らん、ちょっと忘れちゃったな、ちょっと前だから、うん、ドボンしてる、してない、ドボンしたいね、そろそろぎこちない関西弁が違うわかる、なんで関西弁だから、やっぱさ関西の、今日セリカと喋ったからかもしれない、そういうのあるんですよね人の乗っ取ったりするんですよね私、うん、熊本弁喋んないけどね、確かに、なんか自分の方言って、でもそう、だ関西ってブレないよねなんかすごいなって思う、関西の人ってめっちゃ関西弁ブレないのもすごくない、この標準語が周りにたくさんいるのに、そんな中ブレないでやってるのすごくない私もそれかやりたいけどな、できないんですよね、熊本はね、相手がいないと無理なの、なんか負けちゃう、あのだから例えば企画とかコーナーとかで、じゃあ熊本弁使って一言お願いしますとかで振られてパッて答えるのはできるんだけど、常日頃から熊本弁で生きろっていうのは結構難しい、この周りがメンバーの中で標準語の中でやるの、だからやっぱ関西ってすごい、うん、負けますね、さ25日17配信するのね、そうそうなんで知ってるの、もう発表された、発表のタイミングをさ、ちょっとねあれやからな、みんなの方がやっぱ知ってるよね、うん、お
ブログで来た、あ、ブログに書いてあったということで、25何のやつ、私もよくわからないいいのか、そうそうそう、17じゃない、本当だよ、今17ってコメントだったからコメント読んだけど17ですね17ポイントマイナス17ポイントですね。あー17です。あー、これ私まだあと1ヶ月数ヶ月年内に直せるかな直したいですけど、はい、そうですそうです。あ、これか17、ちょっと今ブログちょうど見てた、21時から公演終わってすぐですね。よろしくお願いします。17個のテーマから好きなものについて話す17、これは17でいいのか、17トークや、その場でアンケートを取りながらトークする企画など盛りだくさん、ぜひご覧くださいとのことです。なるほど、よろしくね。お願いします。本当だ、AKB48 くんと17配信って書いてある。あああ17はやめたってこと、違うよねちょっとよくわからないので、本当だね、タイトルは17、君と17みたいな、えちょっとね、わかりません、やめました、もう17っていうのをやめたのかな、違うのか、え、君と17、本当だね、あ、7、8月は17配信だったのかな、あ、はい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 、9月は AKB48 君とだ、君と17じゃなくて17ライブ配信にタイトルを変えてって書いてありました。はい、ちゃんと読んだら書いてありました、ごめんなさい、大変失礼いたしました、17ではありございません、17ライブにタイトルを変えて送りますって書いてありました皆さん分かりましたか、変わってます、タイトルも変えてます、8月と、ちゃんと読んだら書いてありましたね、え、こういうの見逃すのよね、もうほんと見逃す、こういうのほんとよくない、よろしくお願いします、ちゃんと読みましょう、それな、申し訳ございません、はい、よろしくお願いします。説明書読まないタイプ、あ、そうだね、噛んでいくタイプで最後に読んでるタイプ、あー、やっぱ無理かっていうそういうスタイルです、はい、読めないんですよね、遊びに来たよだって、こんにちは、でもね、私説明書めっちゃ取ってるタイプ、説明書めっちゃ取ってるタイプ、保存はしてるけどこう目を通さないタイプ、でも最近あのね、炊飯器の使い方を知りたくて、炊飯器に書いてあるなんて言うんだろう、品番なのかな、をこう検索したら電子の、あの説明書が出てきて、おーすげーってあーと思って、そう、保存してるのに、保存 してる場所にあがちょっと遠かったんで、遠くないんですけど、うん、検索したら出てきて、あ、こっちの方が楽だなと思って、炊飯器で噛んでいける、タイマー設定が分からなくて
そう、そうそうそう、炊飯器使えるようになりました最近。本当最近お米炊けるようになりました炊飯器でお米、炊飯器って持ってたんですけど、炊飯器はずっとお飾りだったんですけど、こう使えるようになりました。うん、あんまり炊かないですけど、はい、すごいでしょありがとう、優しい世界。でもそう、炊飯器ってすごい簡単にお米が手に入ります、炊きたての。すごい。でもね、私の家なんか違う作り方だったんだよね。炊飯器の家じゃなかったんだよ本当に。家が何タイプなのかな、なんだろう、違う炊き方してた気がする。最近は、私子供の頃っていうか、なんだっけ、なんか違うタイプだった、鍋みたいなのでやってた。鍋かな、うん、やってました。うん、だからあんまりね、そう、炊飯器って育ってないの鍋かな、なんか、うん、炊飯器ではなかったよね。うん、そう、お家はね違う、普通、え、ただの鍋、多分ただの鍋なのかな、うん、分かんないけど。でもそういえば最近は炊飯器になってたなあ、最近はでも炊飯器になってた、そういえば。最後に家に帰った時は炊飯器だったかも。あんまりお米食べないっていうか、お米、そうだね、帰ってる時って何食べてるかな、うん、結構私なんか地元のご飯食べるのが好きで、地元のご飯っていうか、もちろん手作りのご飯食べるんですけど、おかずばっか食べてるからご飯食べなかったりするんですよね。うん、ご飯はいいやって、そのいっぱい食べたいおかずを作ってもらうから、ご飯をこういつでも食べれるじゃないですか だからママの手料理を食べたいってなると、ちょっとお米の分の容量を別のものを入れたくなっちゃうんですよ、お腹に。そう、あ、そう、馬刺しとかね、そうそうそう、馬刺しとかね、馬刺しを何グラム買ってんだろうね、帰ってきたら300、400ぐらい買ってくれてんじゃね、わかんないけど。そう、馬刺しを買ってくるのはパパの担当なんです。うん、いつも馬刺しとかずっと食べてる、帰ったら。あとは近くのなんか お店のご飯とかテイクアウトして食べたりとかそう、地元の、よく食べてたご飯とかね。うん、東京でも馬刺し食べてるの、食べたりします。それこそ最近送ってもらいました、冷凍庫で凍ってます、今馬刺しがブロックで。それを今、そうね、解凍して食べたいな、そろそろ。そう、馬刺し大好き、本当に美味しい。ちゃんとね、馬刺し用の醤油も送ってくれて、甘いんですけど、最高です。なんかもう馬刺しってでもお高いから、お高いですよね。うん、お高いんだろうなって思うんですけど、でももう馬刺しを毎日食べたいぐらい馬刺し大好き。うん、そんな贅沢なことしないです、できないですけど私も毎日食べたいぐらい大好きですね。うん、あんまり食べたことないですって。ぜひ食べてほしい。熊本のお取り寄せとかもあって、実は、うん、だからね、ぜひ馬刺し食べてみてください。癖ない、私そこまで癖を感じないですよね。だってちっちゃい頃から食べてるからな、記憶で言うと小学1、2年生ぐらいからもう絶対に食べてた気がするんだよね。
うん、だから癖とか なんだろうね、もうあれかもね、わかんない、地域的に言うと食べて育ってるからそう、癖とかがわかんない、逆に癖ってあるみたいな、癖とはみたいな、はい、そんなくらいです。本当に美味しい。あ、焼肉はそう、焼肉は牛タンとホルモンしかないないくらいね。牛タンバーサスバサシ、そんな戦わなくたっていいじゃない。生で食べるのがバサシだから、焼きで食べるのは牛タンですから。あ、すごい、私なんかあれだ、調理法によって好きなもの違うわ。でしゃぶしゃぶみたいなんだったらラムしゃぶが一番好き、あの羊のしゃぶしゃぶ。すごいね、あの担当がある、ちゃんと担当があります。ラムしゃぶ、しゃぶしゃぶ、お鍋にするならラムしゃぶが一番好き。でもついでホルモンも好きなんだよね、ホルモン、もつ鍋ね、もつ鍋、はい。でもラムかも、ラム、うん、一番は。来年の T シャツのデザインは馬刺しにしよう。あれですね、お肉通ですね。は、昔お肉の違い分かんなかったけど、最近こう分かるかも、何の部位かとか、うん。北海道ジンギスカンね、ジンギスカンも大好きです。うん、何でも好きじゃんってね。ラムって聞くことと、コナン君の映画思い出す。ああ分かる、ちょっとだけわかる。ラムシャブ食べたことない北海道民。え、私が北海道に住んでたらもう週1ぐらいで食べるね。うん、阿蘇のうまろばうまろっけ、コロッケのやつ、バコロバロッケ、どなんて読むの、馬にロッケ。知ってるかも、あれなんで知ってるんだろう。あるよね、え、馬の肉が入ったコロッケじゃないの、違う、なんて読むのかな、知ってる知ってる知ってるよ、多分バロッケで合ってる、バロッケ食べたことないけど知ってる。そう、まあもう阿蘇行ったらね、もう馬刺し料理をいっぱい。びっくりしたわ、今コードに手を引っ掛けてもうて転倒する可能性があって、ちょっと顔が顔芸になってたね、うん、何の話してたっけ、もう飛んでったぐらいやばかった、今びっくりした。うん、馬刺しとね、赤牛と馬刺し、あの食べていただきたいなって思います、あ、そう言ったら。うん、私聞いたことあるな、そのバロッケってやつ、なんか何でもね、馬使ってるから、いろんな料理おいしい。赤牛丼食べたい、めっちゃおいしいよね。うん、赤牛丼のあの牛の部分だけずっと食べてたい、あの上の部分だけだったら何回でも食べれそうなくらい美味しい。うん、そうなの、ラーメンのスープ美味しかった？そうだね、こってり派が好きな方はもうマジでおい、マジでだってマジで美味しいと思います。食べてほしい、ほんと
いやラーメンは本当地元でしか食べない。だから東京で私多分本当に東京でラーメン食べたことない。マジでマジでないかも。あれないよね。ない。カップラーメンはあるかもしれないけどない。ラーメン屋さんに行ったことないです東京で。熊本ラーメンしか食べてないぐらいね。意外意外かな。そう、うん、結構そうかも。うまかっちゃん食べたことある？ありますよ。なんならうまかっちゃん持ってる私今10月で賞味期限切れちゃううまかっちゃんを持ってますそう、豚骨ラーメン以外食べないの。いや、そう、塩ラーメンも食べたことあるかな。でもなんか味噌ラーメンとかは一口とかしか食べたことないかも。なんか誰かのちょっともらうねとかで前北海道の全国握手会とかに行った時にこう楽屋でラーメンが食べれたんですけど、誰かが多分味噌ラーメン注文してて、でそう時期的にそうちょっと前なんです。2、3年ぐらい前か。だからその時にちょっともらったりとか、そのぐらいですねラーメンうん、だからいつも帰ったらたまにラーメン食べに行きたいなって思って食べに行ったりする。だからなんか何年ぶりとかになる意外と、うん、帰っても絶対食べるってわけでもないから、うんっていう頻度なんですよね。だからある意味帰ったらラーメン食べたくなったりする。ラーメン屋さん多いしね、うんっていう感じです。うん、かラーメンにあれだね、ラーメンめっちゃ言うやんって感じする。ラーメンラーメン好きなのかわからない。ラーメン好きだけど必須メンバーではないのかも。馬刺しの方が序列が上なのかもしれない自分の中で、うん、そうそうそう、うん、麺類あんまり食べないです私多分。なんかね意識的っていうか選んでないだけなんですね。なんか食べないようにしてるんですっていうわけじゃなくて麺もあんまり食べないですね多分。もしかしたらたまーに食べるって感じだから、パスタとか最後に食べたのいつかわからないかも。そのくらいかも。はい、いつ食べたかな。パスタを食べた記憶が全然ない。今年食べたかわからないくらい。うん、だからそう麺あんまり選ばないかもしんない食べ物の時。うん、ご飯とか。そうだね、主食ご飯かな今パスタ茹でてますだってえ、まだ6時そっか、まだ6時半ぐらい。今やっと1時間くらいしてるのかな配信。そばとかも食べないんですかうん、そうだね、あんまり食べんかも。珍しいのかな。どうだろう。いつも夜遅いから。そうだね、確かに私今日めっちゃ早い配信。そう、リハーサル終わってご飯食べて、でちょっとお買い物して、ほんで帰ってきたから、うん、そう夜のイメージ。じゃあみんなの時間軸がずれるね。なんか私がこの時間に配信してるとチークむっちゃに塗ってるね。塗ってるね。そうかな、
そんなことないよ。近くに来たらわかるのか。今日はでもあと1時間くらいはできます。うん、あさって劇場行きます。よろしくお願いします。そうなのよ、もう劇場だよ。よろしくね。あんまり顔を年取らないよねそうかな。大人っぽくなりたい。どうも、倉野なるみです。うん。衣替えしましたか？めっちゃ毎日迷ってます。でも今日はすごく暑かったですよね。困る。天気がすごく困るっていう天気してるんだよね、最近。どっち？え、もう変えていいの？え、でもさ、暑くない？みたいな。だからね、実を言うと半分もしてないぐらい。でも秋服ね、何個かこう買って届いたんですけど、秋服着たいね。可愛い、やっぱり秋服大好きなんです。そう、秋服めっちゃいいよ、可愛い。本日の天気でしょ。だって30度とかいってない？これ、これさ、あれ、天気って調べよう。30度はまだ暑いよね、夏じゃないって思うけど、なんか急激に寒くなるっていうのよくやるじゃない、この空っていうか天気がさ急に、え、急に寒いじゃんみたいなになったりするのでね。そうそう、あさってあたりから涼しくなるよっていう情報が入ってきてます。タレコミが。ほんとだ、あさって、なんか今こう一番上に出てきた天気予報を見てるけど、でも来週もさ27度とか、それでもまだ暑くない？27度って、あ、そんなことない。明日も30度いくんだね、すごい。でも土曜日確かに25度なんですね、最高が。まあこれ人によってか地域によって違うから、あの皆さんの地域をちゃんと見てください。これはこれ今私が見てる、一応東京の天気見てますけど、鹿児島とかだってまだ明後日とかも30度だもん。沖縄も、え、沖縄まだ30度続きだ。もう沖縄は暑いね。え、でも西日本は結構まだまだあの暑いですね。29とか30とか。まだまだ夏です。衣替えできないな、本当思うんですよね。なんか中途半端にやってて、そうですね、詳しくはトムさんに聞いてください。私はあのネットに書いてあるのを読み上げることしかできない。そう、天気は分かりませんので読めないです。成功とてい愛しい君を思うその度、青空を見上げてしまうんだ。で、ティフには涼しくなったらいいね。そうだね、ティフはでも室内だっけ、わかんないけど。でももう10月になるんだね、1週間経ったら。怖っ、早いね。
もうだから9月ももうほぼ終わりみたいな、終わりね、すぐだね。もうクリスマスだよ、早すぎる。ハロウィンはあるからイベントで言うとなんかハロウィンがあって誕生日があってクリスマスがあって年越しって感じ。これからの私の予定、うん、今年も残り100日なんだって。そういうことですよ皆さん、100日ですって。なるほど。何と、そうね、お話し会が入ってくるから結構みんなと会えますけどね、喋れますね。よろしくお願いします。そうだ、クリスマスの前、そう、誕生日11月はね、横さんのコンサートもあるので、うん。そうね、コンサート出るか分かんない、分かんないどうなるんだろう、どういう形で送るのかな、みんなでね、分かんない、私もよく分からない。出れたらいいなっていう。うん、お手紙書いた、ありがとう。劇場に持っていくから読んでね、ありがとう、読みます。手紙嬉しい。劇場意外と、あ、7月ぶりか、1ヶ月行ってないですね。何飲んだの？お水です。飲み方公開そっか よろしくお願いします。無常物見に行った映画館になるちゃんのサイン入りポスターあった、やったね。ポスター飾られてるみたいなので、ありがとう。劇場にポストがあるの？劇場の一応ね、あのお手紙の送り方 AKB で検索したら出てくると思うんですけど、あのドンキホーテ8階の AKB 宛てに送ったら私の届くのかな、うん、とか普通の郵便でもいいし、確かボックスみたいなのもあるんですよね。なんか私もちょっとね、皆さんの方が詳しいと思うんですけど、うん、お願いします。調べてみてください。チケット売り場の近くにプレゼントの箱ありますよ、だって優しい、だそうです私はいつも、そう、いつも読んでるよってお手紙。あるわってあるらしいね。よろしくお願いします。ちょっと待って、ちょっと待ってて、ちょっと待って、あ、つけっぱだ、失礼しました。何かを消し忘れた、そう、アイロン消してなかった。でもなんか消えてた今びっくりして、え、待って、あ、びっくりして、もう怖ー。今多分あれだ、買ってきた袋が
ガサって言ったんだけど、めっちゃ怖い怖い怖いよ。こういうのめっちゃね、うわって言っちゃうんだよね、一人だけなのにガサって言ってる子は多分ただ倒れただけ、私が通ったから。もううん、ダメなんですよね、買ってきたままにしてるから今ちゃんと直さないとね、うん、しまわないとねうん、ね、うん、あさってが公演か、でも意外とすぐだな。うん、配信を片付けてからそうね、なんかなんでこうね、キュキュやったよね。あ、ね、ヒーにねお菓子もらった、韓国のお菓子だって。美味しいのかな。今日もらいましたヒーに。あとね、なんか海苔もくれた、海苔すごい、なんて書いてあるんだろう、海苔ですって感じ、韓国海苔ですって感じ。これはなんて書いてあるんだろうな、ポテチとかそういう感じなのかな。そう、これはね、もらいました、蜂蜜味、蜂蜜とバターって言ってた、イラスト的にそうだね、美味しそう、食べようと思います、いつか。ありがとう。うん、なんて書いてあるんだろう、カルビーしかわかんない、確かにカルビーでは書いてあったバター、蜂蜜とバターの味って、うん、蜂蜜いけるんだっけ、あのね、蜂蜜食べれるかもなる、なんかなるって蜂蜜がね、思ったより拒絶しなくなってた、私そういえば成長、前蜂蜜ダメだったんです、蜂蜜食べれるようになったかも。あの調味料で蜂蜜買って食べてる、うん、使ったりしてるけど食べれるし、あとあの蜂蜜大根とか食べるようになったら、なんか蜂蜜別に悪くないんじゃないけどなんか大丈夫になりました。そう、すごい、蜂蜜ダメだったんだよね、ちょっと前まで。だからね、ちょっと近くに豆腐をチャレンジしてみたいって思って、私豆腐をね、ちょっと食べてみたいかもしれない、うん、食べれるかもしれないよね、もしかしたら。うん、すごい気になってきたので、もう何年も食べてないんだけどね、豆腐っていう形では。なんか豆腐が入ってるっていう、そのなんか混ぜたものとか、なんかそういうのはあるんですけど、豆腐オンリーで食べたのはほんと10年前ぐらいなのかも、ほんと小学生の頃かもしれない。もうね、豆腐給食に出てきてもね、誰かにあげるくらいダメだったので、ダメなんですけどあげちゃうえ、あげてたな、ほんと。いや、そう、ずっと給食あげてた、うん、でも多分ちゃんと育つには食べた方がいいと思います。小学生の頃から確かにあれだったかも、それじゃちっちゃいままだよねっていう量だった気がします。確かに、皆さんしっかり食べるべきです、小学生向けに今言ってるちゃんと好き嫌いせずに食べるのが一番いいと思います。うん、冷ややっことか、マジで冷ややっことかは、そういうのは本当、うん、そう、
苦手ですね。食べれるかな。豆腐もパスタもダメなら食べるものないね。そんなことないよ。杏仁豆腐は好きなんだえ、杏仁豆腐って豆腐じゃないよね。違うよ作り方多分。え、豆腐でできてないよね。杏仁豆腐食べれるよ。うん、豆腐ハンバーグとかなら多分食べれるね。豆腐、豆腐、もうあの豆腐っていうタイプでは食べれないかも。ぐっちゃぐちゃにしたらぐっちゃぐちゃにして別のものと混ぜたら食べれるけど多分。じゃあちょっとなんか食べてみようかな。そう、なんか多分大人になったら変わるかもって思うんです。食べるその、うん、食べれるものが変わる。前ダメだったやつが食べれるようになったりするので多分。はいちょっとチャレンジしてみようかなってちょっぴり思いました。とさ、うん、で私と何がダメなのか分かってないけど、うん、うん、味覚が変わるね。変わるかも。うん、さあそうね、食わず嫌いをしないことですね。ほんと思います。歌おうかなっても思うんだけど、でもなんか最近歌ったなと思って、そう、でもたまにこう歌ってほしいですって人もいるんですけど、どうしようかな。じゃん、どうしよう。ABC の後の服似合ってたよ。複雑、めちゃめちゃラブリーな服でしたね。歌ってほしいなって人いるね。普段着ない感じ。そうなのよ、あの衣装ね。かわいいんだけどね。かわいい。チョコミントだってね。あれでボタンがチョコレートだったんだよ。あわっ、あわあわだぜそんなのああいう服苦手ですかいや苦手ではないけど買わないです普段は。買わない。でも本当に幼稚園生に見られないか心配でやばい、それ言ったらもうみんなそう見えちゃう。やだー、言わなければ嘘です。でも襟が丸い、襟も丸くてね、すごい。スネ夫の服に似てた。どういうこと？スネ夫？スネ夫？ああ、スネ夫？骨川くん？確かにそうかもしれない。あんな服だったっけ？ちょっとジャイアンしか覚えてない。スネ夫の服って頭になくない？え、ジャイアンの服ならわかるんだけど、オレンジの。スネ夫って緑だっけ？うん。おもろ。うん。色感、なるほどですね。あれ最初本当はそう、裏側を話して、あれ実は三つ編みしてたんです最初で、衣装変わったんですよ私。実を言うと元はあの衣装じゃなかったんですよ、うん、
で三つ編みしてたんですけど、衣装合わせで衣装が変わっちゃって、で三つ編みしてたらすごい、もうさらにえあと黄色い帽子あったらみたいになっちゃって、さすがにってさすがにこれはもうじゃんって思って、やばいと思って髪下ろしましたっていう話です。裏話あれってなったので、はい、そうなんです。なんかはってなったんです。なんか三つ編みしてたらもう当時も三つ編みしてたのも私ほんまの園児の時もう三つ編みしてたんですね。だからまえってちょっとやばすぎるとなったので下ろしました。やば、うん、そうそう、やばすぎた。私って本当に一歩間違えると、一歩間違えるとっていう言い方でいいのかな、なんだろうね、あの難しいなって思いました。気をつけよう。いやっていうか、もっと大人になりたいよって普通なんか切実に思ってしまった。なんかそのなんかのこうなんだろうね、ガチで思ったかも。そう、えなんか自分のなんだろう、このなんだろうな、顔のせいなの、なんだろうな、なんか幼くやっぱ見えるんだなって思ったので、はい、あのなんか急に大人への憧れをなんかやっぱそういう時にやっぱ抱きますよね。あーってあーってそうね、あーまあそうね、まだ似合うと思います。うん、まだ中学生でいけるよっていうコメントに対してもうどういう心情でいていいかも、もう今もうわからない。褒めそれともガキだねって言ってるのかなっていうことになってしまうからね、難しいよ。もう喜ぶべきなのか、若く見えますよっていう言い方するとさ、なんか嬉しいのかな。難しいな。うん、若く見え、言わなくていいよ、もう私は大人っぽくしていくからね、していくからね。そうね、多分違うんです。可愛いは別にやらないってわけじゃなくて、やりますっていうのもおかしいんですけど、可愛い子じゃ、可愛い系ですって言われてもわかるんですけど、できますって感じかもしれない、もしかしたら即座にできるけど、じゃあいざ大人っぽいカット撮りますって言われた時にあれってならないようにしたいなっていうところです、今の気持ちで言うと。やりませんってわけではないけど、いざじゃあ大人っぽい曲やれなくならないようにしたい。ちゃんとそういう時にはちゃんとそういう格好ができるようになりたいっていう意味です。だから可愛い曲なんて言ったら伝わるかな、可愛い曲は曲とかね、かうんうんな、多分分かんないけど、うん、このね感じからして多分できるかもしれないけど、そうなんですよ、ちょ大人っぽい曲とかもできるようなようにしておきたいなって思い始めました。最近あそうねそうね、久しぶりっていうか、いやなんか可愛い曲を最近ほんとやってないから、ちょっと練習しないとね、それはそれで、うん、あ、二人公演のバナナ楽しみだって、バナナやる、そうな公演の演目に入ってるから言った。そう、今日はそのセリフについて
考えてました。お楽しみに、うん、たまだ言わないけど、そう、何でもできたらいいなって思う。これなんかこれしかできないっていうのもかっこいいなって思うんですけどね。なんか極めてる人っていうか、うん、担当みたいな、もうそれそれでいいけど、私なんかどこに置いてもいいねっていう感じがいいな、感じになれたらいいなって思います。でもなんか最近ダンスすごい踊ってたから、踊ってたからっていうかシングルがダンスなんだよな、ね、なんかね、ダンスダンスダンス偏らずに何でも頑張りたいなって思います。急な何モードこれ、真面目なのか急な何モードなんだろう、うん、なりたいなって思います。なし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 言ってたら大使みたいなのになってたね。嬉しい、またなしもらえるかな。ねえ、そういえば、うん、なし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 、うん、嬉しい、なるちゃんのセンターよかったよ。そう、この間ね先生に会ったんですよ、あの教えていただいた先生に。そしたらこの間の見てくれたらしくて、イベントのね、日比谷のすごくかっこいけてました、かっこよかったですって褒めてくれました。先生がやったー、嬉しい嬉しい、やったーっていう感じです。はい、やったねー、めちゃめちゃかっこよかったです優しい、やったー、嬉しいっていうことで、はいはい、ありがとうございます。ということでね、そうなんです、かっこよかったよって、ありがとう、嬉しいですあ、ね、ロックダンスを極めていこうかなって思います。単純、はい、またね、みんなの前でやる機会もあると思うので楽しみにしててください、うん、さあ、日曜日にオンラインお話し会、あ、そうだね、土日はだから劇場からのお話し会になるね。お、なんかそれっぽくなってきたね、それっぽくなってきたっていうか、なんか シングルだって感じする。いや、公演関係ないけど、うんうん、今日は何時まで配信するの、だってあと1時間ぐらいってさっきも言ってたかも、うん、よろしくお願いします。流れがいいね、いいね、お、公園入れるの3年ぶり、うお、いいね、いいじゃないですかなんかね、私この時間に配信するの嫌いじゃないかも、急な話題転換なんかいいかもね。なんかそう、いつもさ遅いけど、なんか夕方もいいかもね。でも見る層がちょっと違うのかもしれないね、もしかしたら。なんかね、うん、違うよね、うん、私
そうね、時間なんとなくだけどね、いいペースで配信できたらいいなと思って、最近配信しようと思って、そう週に1回ぐらいはできたらいいなって、昔何も考えずにやってたんで、頻度的に分かんない、どっちの方が多いんだろう、週に 1,2 回できたらいいなっていう感覚でなんかいた方がいいなって思って、なんかいつもなんか、あ、最近やってないからやるかみたいな、なんかそういう感じだったんですけど、まあでもこれからも多分ゲリラには変わりないかもしれない、なんか急にやりますってなるかもしれないけど、なんかそういう感じでね。でも今日はみんな祝日だからちょっと見れるのか、なるほどね。むず、何も考えてなかったよ今まで、配信のタイミングでしょ、やりたい時にやるっていうスタンス、まあでもこれからもそうなんですけどこの時間もありだなみたいな思いましたそう、時間がある時とかに、そうそうそう、あ、私はこの時間の方が見やすいですって人もいるんだね。逆に言うと今まだ仕事してますって人もいるかもしれないってことは、ある意味私の配信の時間のこのばらつきはもしかしたらいいのかもしれないね、そういうことだよね。だね、私がこう夜遅くにやっててもいいし、私がね、あの早くにやってもいいし、夕方にやってもこうなんかいろんなね、初めましても生まれるかもしれないからね。確かに。じゃあなんかこれからもマイペースにやらせてもらいます、やらさせていただきます、よろしくお願いします。ポジティブに考えると、そうポジティブでいきましょう、イエーイ。でも今週は今日か、でも25もワンセブンライブ、ワンセブンライブで ありますし、で26はオンラインのサイン会もありますしね、土日も配信もありますね、そう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 ってことで、また配信するなら次は来週ぐらいかなみたいな、はい、やばい、私もう本当にワンセブン、ワンセブンって言い続けないと絶対に間違える、気をつけよう、気をつけよう、ドキドキしちゃう、うん、いろいろあるね、劇場1717って今言った怖っ、やばくない、やばっ、今やばくない、ちょっと待って、なんかすごい声出たけど、えすごいね、今1717言ったばっかなのに、いかにこう当たり前の単語が変わるっていうのは大きいんだね、急に名前変わりました、やっぱ大きいんだね。みんなもうニックネーム変えないでね。こうニックネーム変えても私多分前のニックネームで多分呼んじゃうよっていう、そういうことだよね。もう解明できないかもね、これ。すごっ。すごすぎる。怖っ。自分が怖い。え？今の今で言ったのにもう直せないんだよ。え？心配よ、もう自分が。え？回収早かったよね。本当だよ。やばすぎる、やばすぎるんだけど、今の流れ全部カットしてほしいぐらい、生放送だからこれやばすぎるよ、びっくりした今自分で、えって、うん、なるほど、でかいわ、でかいわ、いやこの間減点されてたからね、本当はワンセブンライブで統一したいだろうな、うん、もうカタカナ表記にしてもらいたい、ね、もうカタカナでワンセブンって書いてほしいね、うん、いやダメだな、本当、本当に本当にダメだな、うん、
統一して、うん、なんで変わったの知らないけど変わってた。うん、おー気をつけよう本当に。うん、今一回あくびしちゃったちょっとはけて、ちょっとこうはけてあくびしちゃったん、目が潤んじゃったからもう言うしかなかった今。ちょっとだけやっぱ疲れたかもしれない朝からね、リハっていうか、そうね、リハもう一個リハもやってたから、なんだかんだまあまあ踊ってたっていう、4時間ぐらい動いてたのか、ちょっとだけ使えたかもしれない。そうそう、素直になっとこねえお疲れ様です。どうもどうも。昨日も寝るのちょっと遅かったんで、自分のせいなんですけど、7時になりました。時報マジ本当だ、7時です。どうします、皆さん何しますか、7時ですけど鬼滅が始まった？鬼滅が始まった？え？あ、え？過去編のやつだっけ？そうだよね。え？え？まだ新シリーズじゃないよね。え？あ、過去のやつ？よかった！びっくりした！もう次のシーズン始まっちゃったのかと思った。やだー、ほんと。まだだよね。でももうすぐじゃない？そうそうそう。あー今、なるほど。雲のところすごいよね。やばい。新シリーズはいつなんだろう。決まってますか？あ、10月？もうすぐじゃん。列車から私ちゃんと止めてるのよ、列車で今まだまださ、うん、見てないんだよ。あー見てないのに止めてんだよ、ちゃんと列車で止めてんだよ。どうなったんだよあの後、あの闇の中に消えてった鬼はどうなったんだよ。許せない、煉獄さんで私終わってるんですけどこれどうなるんだ。そうなんだよね、強かったよね。鬼にならないかって言ってた。え、百鬼夜行じゃん鬼にならないか、あれ何か今すごい既視感感じたんだけど、あ、百鬼夜行やないかいっていう、うん私も言ってましたね。あ、鬼になったんだった、それで。あ、いえ、これはマジブリの舞台のお話ですふふふふふふ、聞いたことあったね今。おかしい、どんな歌だったかな、ずっと隠れてたでいつか見つけてあげる本当の私、懐かしい、
心のままに鬼になりたい、強く美しく生きる、聞いた見つけてあげる、あの時の私。ああ、もうちょっとなんだろう、でれれ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 れ、いや全然覚えてなかった後半ダメだ。ホムラ歌ってほしいだって、ずっと歌ってるよ、ずっと歌ってた一時期大好き私も。ホムラ感動したわ、もうそう聞けたんだよね生を。うん、マジブリブルーレイそろそろ家に届く。そっか、秋頃って言ってたもんね。確かに、うんうん、今日も歌うの？じゃあ30分歌うね、今から決めたよ、30分だけ歌うって。さっき歌うか歌わないかどうするって終わってたから、え、AKB の歌です、 AKB の歌です。何でもいいんだったらとりあえず何歌おうかな。奇跡歌いたいね、奇跡。最近奇跡聞いてます、懐かしいと思って。ちょうど小学生とかの頃の歌なんですけど、奇跡、あれずっと小学校の頃ずっと歌ってた気がする、あれをずっと歌ってたんですね。うん、うん、思い出。家でカラオケしてたんだよね、なんかゲームでできるやつで、懐かしい。カラオケ行きたい気分になってきたガチカラオケ、あ、でもここもカラオケなんですけどね、 AKB 限定の。はい、皆さん曲ください。あれ、コメントが、あーね、ちょっと会ってないうちに、ないんだよまだ。皆さんもう覚えましたか歌詞。あ、飛行機雲を歌ってくださいだって、すごい初めて聞いた、飛行機雲。多分歌えない私、飛行機雲歌えるかな。2番絶対歌えない自信がある、飛行機雲。でも最後の曲みたいな感覚あるから、ちょっとじゃあ後半に歌おう。気圧配置は成功とって、愛しい君を思うその度、青空を見上げてしまうんだ。この後なんだ、シベリアからの
気なんとか冷たい風が吹き抜け日本海側に大雪警報そんなに大バナ喧嘩したわけじゃないいつもの言い合いみたいなものだけど始まり方わかる。テレレレレレレって音がね、すごい頭に残るよね。テレレレレレレ顔自分で突っ込んじゃった。顔がすごかった今。テレテレレレレレレ成功とて何でしょうか。エンドロール歌ってほしいです。なかなかない。壊れかけたジュックボックスから流れる。でも多分2番歌える自信がない。あ、エンドロールないんだ。なかった。歌ってみようと思ったのに。今日歌って踊ったからだ、僕表情筋が動くんだね。この辺が、うん。君に出会えた奇跡。これもないよ多分。多分ね。昔々歌ってほしいって言われて歌わなかった気がするもん。なかったって言ってね、ですよね、ないですね、ほらね、ないでした。ない曲ばっかり目についちゃう。あは、奇跡、奇跡は間に合わない。私も好き。最近歌った気がするな。やばい、ほんと決められなくなっちゃう。とりあえず歌えってやつ。確かに。じゃあピッてやって、ピッて止まったやつで歌ってみるね。近くであった曲で。いくよー、きまーす。ピーッってやって、ピーってやって、ピーってやって、これ、あー、これは歌えません。もう一回ピーってやって、ピーってやって、これ1番までならいけるかも。はい、飛ばそうぜフリーウェイをサングラスに広がってく風のイムジン、レディオから流れてくるお気に入りのテイラー・スウィフト、ボリュームマックスにしよう。青い空の休日は心踊る羨むくらい女の子、もうもう女の子だもん、こんなデートなってた女の子だもん、もうもう大好きな人とドライブ、ありがとうございます。ちょっとまだ
やっぱ微妙でしたね歌えなかったかな。これは怖そうですね。自分の歌割りしかやっぱ覚えてないスタイルでしたね。いきます。ピー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 ってしてちょん。これは分からん。ピーってしてちょん、いいんですか、いいんですか、本日の本日のね、ちょっとこれあれだな、全部ワンハーフにしていこう。あーでも前回できなかったのこれ。片隅で一人泣くように、人混みの中で泣きなよ。滲む街溢れる涙、喧騒は君に優しい。わかるのに近づいたことくらいわかってたはずなのになぜ辛い。本当は好きだったんだろう、恋だって認めなかったフィロー。強がっても心は丸見え、沈んだその声漏れるラビュー。傷ついてそぼいたくてもちゃんと強くなる。夕暮れが夜に変わる前に、今日のその悲しみは置いてゆこう。ほんの少しだけ止まりもいいよね。明日いいことあるかもしれない。できるかな。振り向くと寂しくなる。やがて消えても後悔の影は消えない。いつか見た古いフランス映画、その中で言っていたそれが。太陽が沈んでいく瞬間、最後まで残る緑の光、それを見たら幸せになれる。なんだかいいよね、じゃあね、ミスユー。切なくてただ会いたくてずっと空を見る。夕暮れが夜に変わる前に、今日の出来事すべて思い出す。明日持っていくことだけを選ぶんだ。もっとゆっくり歩いて帰ろう。
チャレンジ成功。いけたよ、歌いました。喉が温まってるから声が出る多分。な、次次、もう一回やります。あれ、はい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 、ピッ歌ってもいい、歌ってもいいけどっていうか、ね、難しいなってところではあるけどね。次行こう。ピッ、なるほど、そういう歌を歌ってほしいのね。桜の歌ですね。なるほど。どこかで桜の花びらが花にと風に舞うように、誰にも羽ばたく時が来て、一人きりで歩き出すんだ。君と会えたことが過ぎた季節の意味、その守れるよ。
はフルでいこう。イエイ。ということで聞いていただきました。はい、次10年桜。いいね、わかった。なんか歌をたくさん歌って睡眠時間がちょっと少なめの日が多分元気かも。6、7、8、9、10。はっ、やば、もう下の方やん。3、はい。いや、卒業するんかっていう曲やね。なるほど、なるほど。どれやろう、難しく、ちょっと待って、難しいな。まだ飛行機雲早い。これ歌えんのよな。たた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 た、なんかあるかな。うん、選んじゃってるもんね。何にしようかな。歌ったことない歌を歌ってみたいけど、何を歌ったことないかが分からん。テレビThank you.
対二度と話はしない、絶対誓う、絶対やっと巡り会えたんだ、絶対に君を絶対に幸せにしてみせる、聞いてほしいんだ大声ダイヤモンド、何も始まらないよ、感情を吐き出して今すぐ素直になれ、やっぱこの煽りないとね、やっぱ大声ダイヤモンドって感じしないんだけど、この煽りがね言えないのが一番辛いよね、ほんとこっちも煽りたい、煽りたくてしゃあないし、みんなも言いたいでしょ、このここだよね、だからこの曲はここがピークなの、ここがね多分 煽りたい、こっちはもうまた聞こえないよとか言ってみたいもん、私はまたエビバディーって感じで やらせていただきたいんだけど、うんね、こないだそうヤモンですごく思ったの、うわここ煽りたいってすごく思っちゃった、本当はねみんなにセイってセイいつかやらせてください、いつかやらせてください、ここの煽り、ここの煽りめちゃめちゃやりたいな、やりたいやりたい、やれる時が来たら今声出せないからな、メンバーに向かって言うしかないね、せいメンバーもっとって、メンバーもっと出してっていう、このメンバー側に言っていくしかないからね、そうなんだよな、ね汗かいてきた汗かいてきた、真剣に歌ってたら汗かいてきた、真剣に大暴れしてるから熱くなってきた、乗ってまいりました、前髪がもうダメなのでどかしました、端に寄せときました、何にしような、しようかな、じゃん、またじゃんじゃん、うーん歌えない曲いまだに変わってないよね、多分一生同じ曲が歌えないんだよね、やる曲ってやっぱ限ってるのかな、だから選択肢少ないよね多分、私それはそう思う、
レパートリー増やしたか増やしたい正直言って多分増やした方がいいよね。うん、なんか調子悪い、なんだこれ、ん、あ、あれテロップ、テロップがアになった、ちょっと待ってね、テロップのなんかテロップくださいみたいになって、急にとりあえずあって送ってみた。見ておでこにあーってなってる。え、みんなもなってる？おでこにあーって。くだらない。おばちゃん言っとくわ、やばい。もうすぐ、もうそろそろ終わるからね。でも終わるんだ。終わる。何しようかな。確かにもう締めない、締めでいいのか。飛行機雲にしよう。そしたら、あら、チャッチャラッツチャッチャッチャッツチャッチャラッチャッチャッチャッ、飛行機、え、飛行機雲ってない？聞いてない、待って、飛行機雲ってないっけ、待って、ここに来てないの、え、こんなに最後に歌いますねって煽っといて、嘘、ごめん、ない、びっくりびっくり、あると思ってたよ、嘘、ない、飛行機雲だもんね、フライトじゃないしね、残念だ。秋から秋から冬への途中、僕たちは近道したつもりで、未来への曲がり角と優しさと風を忘れていたよ、さよならつぶやく君の表情は、日差しがなんとかなんとかかんとかでさーさーさー、空に飛行機雲白くたなびくせんよ、誰の思いが残るの、振り向く余裕もないまま、時の飛行機雲爪を立てたみたいに、細く生々しい傷跡、僕はぼんやりと眺めていた、うん、うん、やっぱそうだよね、最近歌ってないからもう、これね、ちょっとだけ
歌詞があやふや、あやふや、いっぱい歌ってるんだけどな、なんだっけな、さよならつぶやく君の表情は日差しが届かず残らず、日差しが届かず愛はもう枯れてしまった、これかな。ないのが多いね、やっぱ。歌のね、歌詞がないんです。歌詞じゃなくてカラオケがないんです。ベイビースクラップアンビルドだ、曲減った、減ったのかな、うん、ねえ。ユリが咲くまでにスカートひるがえし裏地を噛んでしまったら終わり、シワを作りません。さあ、ということで、なんかカラオケのことずっと見てましたけど、そろそろ終わろうかな、タイミング終わろうかなって思います。私おでこのシワ、そうすごい、なんか前も言われたんだよね、前ってかずっと言われてる、しかめつらで歌わないのって。うん、希望よ私を連れてってさ、未来のどこかへ、大好き、ポジティブシンキング、手を引っ張り真っ暗の道案内してよ。はい、ということで終わりたいと思います。いい休日になりました、よかったです。それではランキング見ます。13位、 YSA73 アットマーク、今日もお疲れ様でした、ありがとうございます。12位、きよしアットマークなるんちゅー、イエーイ。11位、すみれアットマーク、劇場公演楽しみです、待ってて。10位、ハリー、ありがとう。9位、ファイヤー033、ありがとう。8位、ありちゃん、ありがとう。7位、みずアットマーク、最近推し始めました、公演楽しみ、やったよろしくね、来るのかな。6位、けんたまさん、ありがとうございます。5位、栽培くんアットマーク、ハーゲンダッツ忘れてませんよ。4位、よしちアットマーク、なるおし、ありがとう。3位、 M 坂アットマーク、10年桜フルをコンサートで見たくなった、いいよね。2位、ゆうきアットマーク、なるちゃんめっちゃ好きやで、なるんちゅー、イエーイ、ありがとうございます。1位、はじめアットマーク、お話し会で何話したらいいか考えると夜も眠れません。あ、このタイプはもう夜は大概寝てるタイプなので、何でもいいと思います、好きなこと話してください。
なんか言いたいことあったら言ってください。会話しましょう。もなしかよろしくね。最短だとオンラインだけど、サイン会だけど26日かな。はい、ということでよろしくお願いします。では皆さん今日もありがとうございます。2時間ぐらいかな、2時間ぐらいありがとうございました。またね、バイバーイ。